クライド・ラブレットはインディアナ州ピーターズバーグ出身のバスケットボール選手。1950年代の NBA で活躍した。出身大学はカンザス大学。NCWA チャンピオン、オリンピック金メダル獲得、NBA ファイナル優勝を成し遂げた史上初の選手。1988年には殿堂入りしている。クライド・ラブレットことクライド・エドワード・ラブレットは カンザス大学でプレーし、MVP や3度のオールアメリカンに選ばれた。また3シーズンでカンファレンスの得点王となり、NCWA トーナメント通算141得点は、NCWA の新記録となった。最終学年となる1952年のラブレットの活躍は目覚ましいものであり、全米得点ランキング1位となる平均28.4得点を記録し、 さらに同校を NCWA トーナメント優勝に導いた。ラブレットは得点王と NCWA 優勝を同時に成し遂げた史上ただ一人の選手である。この年にはヘルムズ財団選出の大学年間最優秀選手にも選ばれている。また同年のヘルシンキ五輪ではアメリカ代表に選ばれチームの得点源として活躍し金メダルを獲得した。 大学時代のチームメイトには後に伝説的なコーチとなるディーン・スミスがいる。1952年の NBA ドラフトにて、ミネアポリス・レイカーズから全体9位指名を受け、1953から54シーズンから入団した。当時のレイカーズには、ジョージ・マイカン、ジム・ポラード、バーン・ミッケルセンの歴代最強とも言われるフロントラインを要しており、ラブレットは彼らのサポート役を任され、 8.2得点5.8リバウンドを記録した。黄金期の最中だったレイカーズはこのシーズンも優勝を果たし、ラブレットは1年目にして優勝を経験するに至った。またラブレットはわずか2年強の間に NCWA 優勝、オリンピック金、メダル、NBA ファイナル制覇と3つのビッグタイトルを手に入れることになった。 充実した時期を過ごしたラブレットだが、この優勝を最後に長い間優勝からは、遠ざかることになる。レイカーズはこのシーズンを最後に大黒柱のマイカンが引退し、社用の時を迎えていた。マイカンの引退で、ラブレットは、当時最強センターの公認という大役を任され、そして3年目の1955から56、シーズンには21.5得点14.0。 リバウンドを記録し、オール NBA セカンドチームに選ばれた。しかしラブレットの奮闘も虚しくチームの衰退は止まらず、レイカーズは黄金期の輝きを取り戻すにことはなかった。ラブレットはレイカーズで4シーズンプレーした後、1956から57シーズンを最後に新シシナティロイヤルズに移籍。ロイヤルズでは1シーズンのみのプレーに止まり、次のシーズンには、 セントルイスホークスに移籍した。ボブ・ペティット擁する当時のホークスはリーグを代表する強豪チームであり、ラブレットが移籍する前期には優勝を果たしていた。そして、ラブレットが加入した1958から59シーズンには前期を上回る49勝23敗の高成績を記録。しかしプレーオフでは皮肉にもラブレットの古巣であり、カイシードのレイカーズに、 まさかの敗戦を喫している。また、ラブレット自身も遺跡1年目は14.4得点8.6リバウンドと彼にしては平凡な成績に終わった。しかし、翌1959から60シーズンには20.8得点10.6リバウンドと復活し、ホークスはペティットにクリフ・ヘーガン、そしてラブレットとそれぞれアベレージ20得点以上を叩き出す当時最高峰のトリオに引きられ、 このシーズンにはファイナル進出を果たした。翌1960から61シーズンシーズンには、レニー・ウィルケンズも加わり、51勝28敗を記録。2年連続でファイナルに進出するも、ボストンセルティックスの絶頂期と重なってしまい、2年連続でセルティックスの前に敗退した。32歳となったラブレットは故障を抱えるようになり、 1961から62シーズンには40試合を欠場。ラブレットの他にも故障者が続出した、このシーズンのホークスは大きく負け越し、ラブレットはこのシーズンを最後にホークスから移籍することになった。ラブレットが移籍した先はホークス時代の宿敵、ボストンセルティックスだった。伝説的な8連覇時代に突入していた、セルティックスはその陣容も、 非常に充実しており、ラブレットはビル・ラッセルやトム・ヘイン・ソーンらのバックアップ役としてプレーし、成績は大きく後退したが、豊富な経験を持つラブレットの加入によりセルティックスのインサイドはますます厚みを増し、このシーズンもファイナルでラブレットの古巣、レイカーズを破って優勝を果たした。ラブレットにとってはルーキーイヤー以来9年ぶりとなる優勝だった。セルティックスは 翌年も優勝し、ラブレットは3度目の優勝とともに、現役から引退した。NBA 通算成績は11シーズン704試合の出場で、11947得点6663リバウンドだった。レイカーズとセルティックスの2チームで優勝を果たしたのは、ラブレットとレイジョン・ロンドのみである。ラブレットは、長身と高い身体能力を兼ね備えたセンターであり、 また当時のセンターとしては珍しく広いシュートレンジを誇り、ワンハンドによるジャンプショットを得意とした最初のビッグマンの一人だった。現在はミシガン州に住居を構え、市議会議員を務める傍ら、大学のアシスタントコーチを務めている。ありがとうございます。